はい、ただいま11月17日朝7時35分ですね。もう時間がないのでさっさと行ってまいりたいと思います。今日は金曜日です。頑張ってまいります。おはようございます。今朝は11月18日の土曜日朝9時57分ですね。はい、ということです。今日は土曜日、はい、まあ、ちょっとやっぱり結構いろいろやることがありまして、そのいろいろやることを、まあ、今日はちょっとしなきゃいけないので結構忙しいかなという土曜日ですね。家の手伝いというか、まあ、そういう感じのことをせないかんというところですね。はい、ということで、まあ、なんか早速ですけどいろいろもうすでにやってますんでそれをやっていきたいと思います。おはようございます。今朝は11月21日火曜日の朝ですね。ちょっと間が空いたかもしれませんけども、とりあえず朝7時6分ですので今からまた準備をして仕事に行きたいと思います。はい、めちゃくちゃ寒くなりました。もう完全に冬ですね。はい、では行ってまいります。はい、ただいま、11月23日木曜日の夜の8時34分です。ちょっと間が空いてしまいましたが、まあ、とりあえずですね、昨日、おとといですかね、動画を出して、まあ、結構再生されました。1万7000回ぐらい今再生されてまして、まあ、かなりコメントもたくさん来たんで、たくさんの方に見ていただいて、まあ、とても有意義でしたという感じなんですよね。亀君が元気してますね、割と。この草亀くんもだいぶ大きくなったんですよね。ちょっとピントが合わない。はい、まあ、そんなわけで今日は休日でしたからね。で、朝からですね、コンクリートを打つ仕事をさせられていて、コンクリートを打っておりましたというところです。餌がもうなくなってますね。餌をちょっとあげなきゃいけないですね。金魚たちにも餌をあげて、で今日は、まあ、あとコメントがまだ残ってるんでコメントを返して寝ようかなと思っているところですね。まあ、今日は割と暖かくてですね、とても過ごしやすい一日でしたというところです。明日仕事に行って、また土日というところです。はい、それではあとゆっくりしてまいりたいと思います。おはようございます。今朝は11月24日金曜日朝7時10分ですね。はい、ということで今日金曜日です。昨日は休みでしたけど、まあ午前中は、手伝いをしに行ってと大変でしたと。でそれから午後からずっと動画のコメントを返信していろいろやっていましたということで、まあ休んだ気がしないということはないんですけどね。まあ祝日ですからね、まあ休みは休みだったんですけどという思いです。はい、今日一日頑張って明日明後日またゆっくりしたいと思います。おはようございます。というか、まあ、こんにちは。11月25日土曜日の昼の12時44分です。今朝割とちょっと昨日夜遅かったんで結構寝てまして、で、まあ、10時ぐらいに起きてからそこからコメント返しをしておりました。たくさんコメントいただいてたんでですね、まあ、返すのは大変なんですけど、まあ、とてもありがたいことなんで、一生懸命返しておりましたというところです。今日は土曜日、まあ、一日ゆっくり過ごしていく日にしようかなと思っておりますというところです。おはようございます。今朝は11月26日日曜日の午前中11時16分ですね。はい、ということですが日曜日の、まあ、午前中はもう終わりというところですね。金魚たちの動きはかなり、ゆっくりしていますね。水温はそんなに、まあまあ一応ヒーター入れてるんですけど、やっぱちょっと冷たいといえば冷たいですね。はい、というところです。今日は、割と水槽もちょっときれいにしなきゃいけないという感じですけども、ちょっとやることがまだ結構ありますので、そんなところを、まあ、やりながらですね、一日過ごしてまいりたいかなというところですね。多分夕方からちょっとライブハウスに遊びに行く予定なんで、そんなことをしようかなと思っています。はい、というとこです。はい、11月の27日朝7時24分ですね。ちょっと今1匹デメキンが死んでるみたいです。もう残しませんが、残念です。はい、さあということで、今日も月曜日が始まりましたんで、今日からまた1週間頑張ってまいりたいと思います。
はい、ただいま11月27日月曜日の夕方5時43分です、会社から帰ってまいりましたというところです。今日もちょっと外を回っていたんで、割とやっぱり外歩きしてると結構疲れが溜まってきますね。あまり疲れるほどのことはしてないんですが、まあそんな感じですよと。はい、今日は月曜日です。あとはまあちょっとゆっくり過ごしたいと思います。はい、ただいま11月28日の夜5時31分です。夜というか夕方ですけども、かなり暗いですね。はい、ということです。今日も結構寒かったですけど、まあまだまだ余裕があるかなというところなんですけど、随分寒くなってまいりました。はい、昨日1匹デメ金が死んでしまいまして、あと他の金魚たちは一応元気ですけど、ただちょっとダルマリュウキのオレンジ君がちょっと体調が悪い感じですね。まあなんとか乗り切ってほしいんですが、はい、というところですね。はい、では今日もまだまだ平日始まったばかりの、火曜日です。あとはゆっくりしてまいりたいと思います。はい、ただいま11月29日の水曜日の夜6時ですね、朝はちょっと取り逃してしまいました。はい、11月ももういよいよ終わりそうです。12月に入ると冬が始まりますというところがですね。はい、暑かった夏も終わって、だんだん寒くなってきたと思えばもう冬という感じですね。さてさて、今日は水曜日で、今日はちょっと頭痛がするので、まあゆっくり過ごして明日に備えたいと思います。はい、ただいま11月30日、夕方の5時43分ですが、もう夕方というかもう夜ですね。ほぼ夜という感じですね。はい、さあもうあの1年で一番日が短い12月となりまして、もうは間もなく12月となりまして、寒くなってまいりましたというところです。今日武田先生がかなり、辛辣な動画を上げていますので、それに対する反論の動画を今から撮ろうかなと思って気構えているところです。やってまいりたいと思います。はい、ただいま12月1日金曜日の夜5時44分ですね。5時台ですが、もう完全に夜というところです。はい、水温はかなり下がってますね。あ、でもそうでもないですね。水温はまあそこそこぐらいですね。ヒーターは3つ入れてます。で、一応カメ君たちもですね、活性は低いんですけど一応元気にしております。カメちゃんここにいますけどね、まあ生きております。真冬にどうしようかなというところなんですけどね、まあ、しばらくはだましだましでちょっと低温で頑張ってもらおうかなというところですね。まあ、金魚たちもちょっと前にデメキンが1匹死んでしまったんですが、まあ元気と。あとダルマリュウキンのオレンジ君がちょっと様子がおかしいんですけど、まだ今のところは元気ですね。はい、ということで今日は対談の日ですので、まあ昨日の今日なんですけどね、金曜日の動画を1時間の動画を2本同時リリースしました。で、コメントが今70件ぐらい来てるんで、それを返したいと思っているところです。はい、それでは、今日も1日頑張りました。1週間が終わりましたんで、明日明後日は多少ゆっくりしたいと思います。はい、ただいま12月の10、2日ですね、朝9時55分です。土曜日です。はい、ということで随分寒くなってまいりましたね。気温が9度ですね、10度以下、はい、というところです。今朝、土曜日の朝なんで清々しい朝という感じではありますね。体調も悪くはないので、今日は一日いろいろやりたいことをやって、そしてもちょっとやることはまあまあありますので、それをやって過ごしたいと思います。それでは、また後で来ようかなと思います。